じゃあ今日はね、はい、立ち尾公園を後にして、はい、まあ、すぐ近所にあるんですけど、はい、浜の打たせっていう、ね、あ、はい、何ですか？道の駅ではないんやと思うんですけど、はい、正面、正面なんですけど、正面、道の駅的な、はい、海の駅みたいな、はい、最近できたっていうか、まあ、はい、ここ数年でできたらしくて、はい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 、ぜひ一押しやということで、はい、これなんですよ。どれどれどれ？あ、浜の打たせって書いてる。はい、でこれ駐車場広くて、はい、あ、めっちゃ広い。めっちゃ 、はい、船とかいっぱいあるでしょ。はいはいはい。さっきのよりいっぱいありますね。あるでしょ。でオレンジが多いですね、やっぱり。やっぱそうですね。はい。ほんでね、これ、まあ、これなんですよ、建物でいうと。あれ？あ、綺麗じゃないの？綺麗でしょ。ええ？めっちゃおしゃれでしょ。はいはい。あ、もっとなんかあれかな思ったけど。はい。ほら。え、あ、すげえ。これなんか、え？はい、これね、はい、まあ、海鮮とかも食べれたり、レストランで、はい、はいはいはい。気候が良ければとか、はい、日曜日だったらそこにあの、はい、キッチンカーみたいに出てて、あ、この辺に、はい、なるほど、今日平日なんでちょっとあれですけど、はい、っていうね、はい、綺麗なんでトイレとかも、あ、行ったことあるんですね。あります、あります。もうここで動画撮影したこともあるんで。何ですか？ちょっとお腹空きましたね。今何時ですか？10時でしょ。10時。あ、空いてないか。ちょっと言ってみただけ。そうです。これよし、めっちゃ車止めれますね。めっちゃ止めれるでしょ。すごいすごい。これきなんで黄色いんですかね。聞いてきましょうか。おお、はい、聞いてきます。これちょっと聞いてきていいですか？わ、はい、かりました。怒られる覚悟でカメラなしでちょっと行ってきて、音声だけでちょっと聞いてきていいですか？はい、僕透明で撮っておきますね。はい、透明で撮っておいてください、はい、ちゃんと、はい、これあの船が黄色いのってやっぱ有田やから黄色いんですか？三河イメージして。いや、僕もようわからんよ。なんか決まってるわけではないですか？いや、多分決まってるんよ、これが。あ、決まってるんですか？うん。あ、判明しましたよ。はい、はい、なになに、ほんまに聞いてきたんですね。ほんまに聞いてきました。はい、嘘や思ってました。聞いとったでしょ。はい、わからん言ってます。うそやん。ほんまにほんまに。え、ほんでね、はい、結構まあ55から60歳ぐらいの漁師さんやって。はいはいはい。わし生まれた時からここおるけど、はい、分からんねんやって。はい、え、なんて聞いたんですか、ちなみに。これあの船が黄色いのってなんか、うんうんうん、あ、みかんイメージしてるんですかって聞いたら、はい、いや分からへんって言って、はい、でなんか決まってんねんやって言って。あ、決まってる言うから、はいはい、まあ、ある意味ここの漁協組合みたいな、はい、に所属してたら、はい、黄色にしなあかんみたいなのあるんですかって聞いたら、はい、どうやろうな、まあ分からんって、はい、でもなんせ決まってんねんやって。決まってるんで、誰が決めたんでしょうね。なんかもっと古い人に聞かな分からへんって言ってました、ね。はい、はい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 。わしらももう黄色や言って黄色になってるから、はい、分からへんねんって言ってました。でもこれ 車ちゃうわ、船こうた時にオーダーするんでしょ、きっと。塗られてくるんちゃいます？もう勝手に、勝手にもう色指定できない。でも白いのもあるじゃないですか。 あります、はい。ちょっと組合がちゃうとか、ね、なんかね、派閥があるとか。はい、これ大発見でしょ。大発見です、ね。だから多分もう代々そう決まってるから、船は黄色やみたいな。あ、僕もだって車は黒やみたいな決まってるじゃないですか、うん、ちょっと違うような気するけどな。ボツさんも、はい、例えばやけど、はい、ボツさんすみません、ちょっと移動用に車1台こう取ってもらっていいですかって言われたら、はい、黒色買ってくるでしょ。間違いない。それと同じ要領やと思うんですよ、間違いないですね、多分、はい。要領はそれ。ああ、そうか。だあの息子、あの親父が息子に、はい、船新しいの用意しとけ言ったら、はいはい、黄色にするの当然じゃないですか。そういうことか。そうなんですよ。あ、なるほど。これはでも大発見でしたね。大発見ですね。全然みかん関係ない可能性もあるんでね。ありますね。海と山は別や言って言われるかもしれないんでね。確かに太刀魚とみかんはちゃうね。だってね、漁師さんのプライドとしてはね、はい、わしらは海の人間やと。あ、そうや。魚取ってんねんやと。そうや。それヤマハンはヤマハンでみかん取ってるけど、はいはい、わしらは海やと。はい、仲悪い可能性ありますよね。ありますあります。だってそれ言い出したらみかんを水色のみかん箱に入れなあかんになったりするから、はい、銀色とかね、銀色とかね、タチウオ、タチウオ細長い箱に入れなあかんになったりするから、はい、まあ、仲悪い可能性は否めないですよね。そうですよね、否めないですよね。否めない、はい。ただ仲良くしよう思って政略結婚とか昔あったかも分かりません、ね、あったでしょうね、はい、あ
ったでしょうね。あったでしょうね。もう網でみかん取って持ったりして。ああ、はいはいはい、はい、ただ水拳出てきたんでしょう。はい、いや僕水拳ご用意しといたんで。今日も寝てないんで。あ、そうだよね。そうだよね。だんだん水拳出てきたんで、はい、出てきましたね。調子出てきましたね。出てきたでしょ。絶好調ですね。そうでしょ。はい、じゃあ明日の動画もお楽しみに。